暑い。沖縄ネットです。ですね、ここは今瀬中島というところにいます。で、今回なんですけれども、今その世間でタピオカめっちゃ流行ってるじゃないですかね。で、そのタピオカ流行ってるけれども、結構昔からあるんですよ、沖縄タピオカが。で、その沖縄の老舗タピオカ店がこの瀬長島にあるので、そこに行ってタピオカ飲もうと思います。来ました。あっ、クイックリーです。これは沖縄に結構昔からあって、で、沖縄のどこにでもあるタピオカ屋さんなんですよ。行って着いたことはある？あります。めっちゃ、まあ、昔からある？そうですね、もう自分が小学校ぐらいの頃からあるんで。そんな時からタピオカあったのかぐらいの時からあるな。そうですね。なんで沖縄のタピオカはどんなもんなのか、買いましょう。暑い。すげえ。買いました。これさ、風入ってるかな。かも。ちょっと、あ、飛行機。はい、買ってきました。これになりますね。こっちが黒ごまで、これがマンゴーヨーグルトだったっけ、です、ヨーグルトです。まあ、ほんとにオーソドックスなタピオカドリンクっていう感じで、ほんと昔からあるんですよ。で、沖縄のこれ結構どこにでもあったり、あのなんかショッピングモールの中とかにもあったりするので、まあタピオカ流行ってるんでね、タピオカ飲みたいという方には結構おすすめではありますね。で、とにかく多いんですよ、量が多くて、これ多いって400円とかなんて、そう高くもないという、うん、結構お財布に優しいタピオカだと思うので、今流行ってるんですけど、沖縄来たらせっかくなら沖縄で育った老舗タピオカ飲んでみてください。めっちゃ早終わりそうやな、この動画。